まずは今週もこの方のご紹介、噂の鬼、はい、源ちゃんこと石丸健翔さんです。いやさあ、源ちゃん、はい、なんか最そうだよねちの緑区、ペンネームピーちゃんから来ております。11月28日に出たココが好きの中で、牧場の土手みたいなところに5人が座っている写真の三浦さんの桃のところを見てください。危ないです、見たい人は本屋で買ってくださいということですけどもね。それだけなの？うん、結構これ際どいですね、エッチだよねこれ。あんまり映さないでください、ねね、これ見たい人はですね、書店の方で、はい、ココが好きを買って、ね、これすごいいい写真集なんで ね、これをぜひね、はい、お買い求めください。下から覗くと見えるかもしれないですね。あ、それはいいやと今やろう動かせるね、はいはい、じゃあ最後のおはがきですね。これはですね、神奈川県の匿名希望ちゃんから来てます。皆さんこんにちは。あれは確か9月27日水曜の放送だと思います。その時ココのイコールロマンスで最後の方のあなたの指先が誘うロマンスのところで手を波のようにする時に、三浦さんは3回あるとこを4回もやって、あ、間違えちゃったというようなことを言ってるじゃありませんか。これは発見したのは僕だけじゃないと思います。手紙いっぱいね、してるんですよね。こんなにしてますからね。じゃあ早速その時のね、ビデオ、VTR を見てみたいと思います。どうぞ。ゲッ、ね、これ本人に聞いてみましょうね、うん、これはどうだったんですか。じゃあ一回多いっていうのは確かだね。いやいや、あんまりことはないんですよね。今日三浦ボロボロだ ね、 ねとディレクター言われますよ。あなた意地悪もう一回だけ、いいですね、もう時間がね、ということでね、はい、ということで今週はですね、誰にしましょうか。